やってまいりました、世界の皆様。ちょっと皆さん待ってください。大事な情報言いますんで、大事な、本当に大事な情報、今から僕の経験談を今から言いますので、ちょっと待ってください。はい、皆さん、今日はですね、ちょっと心機一転、ベランダでですね、ちょっと時計を眺めながらですね、コーヒーでも飲みながら、ちょっと皆さんにお話しできればなと思ってます。あ、ロレックスですか？ロレックスエクスプローラー124270ですか？ありますよ。ちょっとはめますんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。これですか皆さん、これですか？ちょっとはめますんで、ちょっと待ってくださいね。はめてちゃんと話しますんで、ちょっと待ってください。3分僕にお時間ください。本当に有益な情報を伝えます。ちょっと待ってください。はい、まずですね、僕の時のちょっと、例をお伝えするとですね、僕はその日はとある百貨店のロレックスに行きました。で、何時、だいたい夕方の2時とか、あ、2時から3時ぐらいの間でした。で、いつもみたいにこうロレックスのエクスプローラー124270ありますか、新作ありますかって聞いたら、まあないです、普通の店員さんに言われたんですよ。で、僕がこう、あ、そうですかって言って、こう他の時計をこう見てると、まあ、他のお客様も入ってきて、なんかデートのありますかとかなんか言ってたんですよ。で、いや、ないです、あ、そうですかみたいな話がこう聞こえてて、で、その時もこう別のお客さんがたまたまエクスプローラーありますか、あ、ないです、あ、そうですかってこう帰っていってて、で、なんかその、あ、そうなんだ、もないんだと思って、別の時計を見てて、ちょっとそのロレックスの近くにある別の時計屋さんに行ったんですよ、他の時計見に。で、そしてまたこう戻ったんですよ、そのロレックスに。そしたら、僕そこの店長と実はお話ししたことがなくて、ロレックスって基本その店長でアプローチしないといけないとかっていうことが一番こう言われてるんですけど、僕はなんかこうあまりこうそこは意識しなくて、店長をなんか探そうともしてなかったですし、店長とお話ししようともしてなかったんですよ。そしたら、たまたままたそのロレックスに戻った時に、別の方がよく来られてますよねっていうことをおっしゃってくれて、別のそれ男性の営業の人なんですけど、店長じゃない男性の人で、で、僕が、いや、よく来てます、ただないんですよねって言ったら、あるかもしれませんって言ってきたんですよ。えって言って、でしたら、いや、ちょっとあるかもしれないんで、確認してきてもよろしいですかって言われて、そこはまあなんか個室とかがあるお店ではないので、ちょっと角の席にちょっと座って、でこう待ってたら、お盆に乗っけて、最初僕が聞いた女性の営業マンの人がお盆に乗っけて、こうなんか最初分かんなかったんですよ。お盆に乗っけて、さらに布みたいなのを時計にかぶせて持ってきたんで分かんなくて、でこう僕のこの目の前に来て、そのお盆を置いて、パッて布を開いたら、この新型エクスプローラーが置いてあったと。で、って言って、でそしたら、その、いや、実はありましたみたいな。で、
え、でもさっきないっていう風な感じでおっしゃってなかったですかみたいな感じのことをふわっとなんかこう遠回しに聞いたら、あのなんかこの時計は72時間リザーブがなんかついなんかあれでついてるかなんかでなんかついてるんですよね。それでなんかこうロレックス本部からロレックスの時計が送られてきても、ゲリラ的に本部が激戦して送られてきても、あのすぐ店舗に店頭に出しちゃうとこの故障チェックができないというところで、こう72時間は店舗でも見なきゃいけないんですよと。だから要するにこれが入ってきたとしても店舗に3日間2日とか3日とかは時計によってちょっと様々と思うんですけど、あのなんか裏で見るんですって、あのなんかこの動きをちゃんと時間が止まらずに動くかっていう、でなんかその最中だったみたいなことなんか言われて、まあ、その終わりかけだったのかちょっとあれですけど、そういうこと言われて、で、あの、まあ、とにかくありましたって言われて、でその時に初めてこう店長がふわっと後ろ通ったんで、あ店長みたいな感じでこうありがとうございますって、あのちょっとお礼して、あのいえいえみたいな感じで、終わったっていう感じです。だから僕はそのなんていうんですかね、たまたまロレックスに行って、で、別のお店見ててまた戻ったら、なんか最初接客してくれた人と別の男性の人が声かけてくれて、あるかもしれませんって言われて出してくれて、あの買えたっていうパターンです。なんでこう僕が本当にその時に結構通い詰めて思ったことが一つあって、店員によっては在庫確認してきますっていう店員もいれば、それすらしてくれない店員もいるんですよ。とかなんかもうその会釈だけで終わったりとか、会釈っていうかなんかそのもういやないですみたいな感じで終わったりとか、でなんかこうやっぱ仲良くなってくるとそれをしてくれる店員さんっていらっしゃるんですよ。でそのロレックスの営業っていうかその店舗の方とかは禁止されてるとかっていろいろこう言うんですけど、例えばその流れがどうかとか、これ最近入ってるんですかとか、いつ、売れました、じゃあそのいつ入ったんですかとかって、まあ、実は言えない、ロレックスは決まりになってるみたいなんですけど、仲良くなると言ってくれる店員さんもいらっしゃるんですよ。やっぱり1ヶ月ぐらい前に入ってましたとか、でやっぱこう店員によってそれは本当様々で、僕が本当にこう一つ本当に思ったのは、まあ、その延長線上の話になるんですけど、どの店員と仲良くなるのかっていうことが一番これ大事なんじゃないかなと思いましたね。あのちょっと言い方あれですけど、3軍4軍みたいな店員と仲良くなってもロレックスの意味がないです。おそらくその3軍4軍の店員の方たちっていうのは決裁権がベラボーに低いです。で1軍2軍ぐらいの店員さんと仲良くなってないと、もしくは1軍以上の店長ですよね。で店長ってみんなこうやっぱ店長に行くんで、基本的にあまりこうだからなんていうんですかね、1軍2軍ぐらい の, あの営業マン決裁権がまあまああるっていうで、店長にこう言ってもあいいよ、店長からも信頼してもらってるようなロレックスの営業の1軍2軍のそういう営業の人たちに、店舗の人たちと仲良くなるのが僕は一番いいなと今回思いました。なんでこう本当こうそこはちょっと通い詰めないとわからないことではあるんですけれども、頑張って皆さん通って1軍2軍っていう営業マンと仲良くなれればです、ね、僕次実は他にもちょっと狙ってる時計があるんですけれども、結構仲良くなったやっぱ店員の方もいて、やっぱ結構まあね、深いことはちょっと言えないんですけど、結構よくしてくれるんですよ。なんで次もちょっと早いかなって思ってます。基本的には個人的に次ゲットできる日もで、僕もこう実はエクスプローラー本当に欲しいって言ってマラソンし始めて2ヶ月前ぐらいで手に入れてるんで、結構早い方だと思うんですよ。そのやっぱノウハウっていうか、やっぱいろんなこう何ですかね、あれがこうあるんですけど、それをこうすいません、ちょっと嫁が今来たんでそれがちょっとあるんですけど、皆さん本当にひねくれずに、あとは
当に頑張ってほしいなと思います。したら絶対にロレックスゲットできます。デイトナであろうがサブマリーナであろうがゲットできます。 GMT マスターであろうがゲットできます。僕はたまたまこれを狙ってたってだけです。僕がこうじゃあサブを狙いますと、サブ欲しくないんで狙わないんですけど、欲しい時計はやっぱ狙ってるんで、僕は転売屋ではないので欲しい時計はやっぱ狙ってる。なった時に何ですかね、欲しいっていうのが今デイトナとヨットなんで、ヨット2なんで、このヨット2とデイトナは今欲しいって、僕がこう今狙ってるので、それをこう今からやってるんで、また動画にアップしていきたいなと思ってます。ありがとうございました。